前回までのあらすじ、マジック・ザ・ギャザリング・ゲーム・ナイトを開封しました。今回は全くの初心者の友達にレクチャーしました。デモンストレーションを行い、少し慣れたところでゲーム開始。はい、終了。はい、どうすれば1枚引く。はい、割りを出す。はい、終了です。はい、ドロー。セットで終わり。はい、終わり、終了。はい、この辺はね、1枚引いて盛りを出して2枚払って1円にして出した時1枚引く。ドロー。何もない。終わり。はい、山出してドラゴンだったりシャン。はい、ドラゴン呪文を唱えるためのコストが2少なくて強コルピアじゃん。終了。はい、でこれ戻って1枚引く。はい、森を出して、で今度こそこれを出すと。はい、点数が出ると。はい、終了。ドロー。ドー。37開門の審判出た時、ライブラリーの2枚見る、1枚を手札に加えて、もう1枚を置く。これ効果先の。あ、そうだ。これがタップ状態。あ、そう。それがタップ状態。終了。どうぞ。まあ、出して。まあ、いいか。じゃあ、4枚で一体。で、じゃあ一体対象として、4点のダメージ与える。あ、出たとき？戦場に出たとき。強。強。じゃあ、それに4点。あ、攻撃は1だぞ。そう。おいしい。あ、それ攻撃も強いな。終了。はい、終了。じゃあこれ戻しまして1枚引きます。森、こいつ3払って。はい、あー4点。ドロー。234つぶやくし、あ、終わり。はい、では呪文を。はい、飛行がいるぞ。これがコボルトかシャワーだ。ここか。そうそう。まあでも散歩好きな。じゃあインスタント1マナで、ね、これかドライナスワ、イナスワ、なんだっけ、クリッチャーやブレインズウォーカーやプレイヤーのうち1つを対象として3点。でクリッチャークレイ、おー、あー、1枚引く。はい、森を出す。こいつを出して1枚引きます。はい、うん、で、じゃあ3払って、はい、またこいつを出す。はい、攻撃して今あ、できんのこの3匹か。うん、まあ、保留で。はい、はい、終わり。はい、ドロー。3、4、嘘か誠か。5枚を公開して、5枚を公開。じゃあこれを2つの玉に分けて3枚か2枚好きなように分ける。これは5枚を手札に加えると。はあ、これ何があるかそもそも分かんないんだけど、多分これで、はい、選んでいってみます。ああ、そういうことか。で、インスタント操作に唱えたんで、トークンが生成。ああ、飛行だ。セット。終了。はい。止める。飛行か。山。攻撃して。終了。はい。どっちかっていうと、アタッカーじゃないなって言ってたのか。あ、そうだ。1枚引きまして、ドラゴンが欲しい。クリーチャー出したとき、一番上にある感じ5枚に。3枚引きます。1カードを。
状態で。さすがにシャッフルするから。もうじゃあこのこいつも3で使ったってことにして。はい、お前あるから踏み荒らし。なんだ。三種いるまでコントロールしているクリーチャーすべて三プラス三。ああ強い。スクラムトランプルを得る。え強い。強い。これまあまあでもこいつらしかいないけど。四が三体。五が五五か。強い。じゃあ全員死ぬな。あでも全員だっても大丈夫だよ。二体二体とかで大丈夫。ああ。それは任せるけど、一応そういうことはできる。でもこいつにやった場合、当選受けたなしになるのか。うわー、そうだね、し三三一応止めれるか。止めれる、止めれない。こいつにやったら、まあ4、ね、だから4になるのか。まあ全員倒せる。じゃあこう、こうしてますか。じゃこれは投資で、これはブロックで4か8くらっと5点と、いやしかこれはなしだからこうか、第8かちょっとこれ死んだらしだね。こいつで受けて、はい、こいつは死んだ、うん、だから5点もらった。はい、そうでこうか。はい、弱いね。強かった、危ないブロー。わー、島来た。島1234つぶやく神秘か狩猟。はい、ドラゴンが来ない。ドラゴン来ない、残念。山出したっけ。しない、しない。攻撃この2体で、いや、それでブラシ。はい、はい、なるほど。はい、はい、弱い。はい、じゃあ出して、クソ長い。引くエルフ1出して、はい、精錬潔白な感じ。クリーチャー1体対象子として、その上にカウンターを、あなたがコントロールしているエルフ1体につき1個のカウンターを置くにします。あー、ゴーレム、ウェルゴーレム。終了だ。出して終了か。エンドフェイス。まあ異なるプレイヤーがコントロールしクリーチャーに対応対象とするので、じゃあこれとこれね、バランス手札に戻すと。あ、はい、でこれつぶやく神秘化の効果で効果が2体ですごい。はい、でタコでどう、いっぱい出てる攻撃。はい、攻撃。はい、1、2、3、終了。まず3マナ払って、はい、こいつを出す。はい、1マナでインスタント稲妻。うわ、こいつを3点。あ、つけた。3ダメージ。3ダメージ。はい。で、こいつで攻撃。何？ 4、2。あ、これで、はい、はい、じゃあこれで終わりか。グリなし。はい、はい、終了。じゃあ全物して一番引く。説明文が長いそうだ、長いのあるからね。そのクリンチャーをどうした。なんか対象が分かりにくい。これを出して、もらったやつ出して、こちらに入れてインスタントで、これでこれともう一回してこれにして、一方的にこれのパワーに等しいダメージを与える。3点に3点を与える。じゃあこれで、じゃあ一応こいつのブロック、はい、3点が入る。ダイバーシー、はい、うわー、リッチのエンドでね、1、2、3、4、5、6、アセカラの引き寄せ、アセカラの引き寄せ、
手のターンで捉えたのか。そうそうそう。1、2、3、4、5、6、7枚。これが場に出たとき、各対戦相手につき、それぞれそのプレイヤーの墓地にあるインスタントかソーサリーであるカードを1枚対象とする。それが1枚を対象とする。あなたはそれをマナコストを支払うことなく唱えてもらえます。ああ、相手のってこと、とんでもないのがあるんだけど。ああ、これ強いな。とんでもないのがあるんだけど。これ追放して、ターン終了時までプラス3、3、4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 、